この動画は JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。最近 Amazon でですね、こんな面白い電池を見つけました。こちらです。炭酸型の 1.5V リチウムイオン電池です。普通の乾電池と同じように使えるものです。このように USB-A で充電したり、あとは USB Type-C を差し込むところがあるので、これで充電するタイプのものです。これって実際どうなの?って気になる人も多いかと思うので、実際に買ってレビューしてみます。メリットとデメリットをまとめました。まずメリットは 1.5V の安定した電圧を出してくれることです。電池の電圧が低くなった時に使いにくくなるみたいなことはなくなります。当然ですが充電できるので再利用可能です。あとアルカリ電池などで発生する液漏れの心配はなくなります。次にデメリットです。安定した電圧を出してくれますが、内部のリチウムイオン電池は減っているので急に使えなくなることがあります。あとはリチウムイオン電池自体の品質に不安があります。内部に保護回路などは入っていますが、電池自体が壊れた時に燃える可能性があります。これはアルカリ乾電池ではなかったことです。今回購入したものは2つあります。まず1つ目はスマートツールズというところが出しているリチウムイオンバッテリーです。電圧は 1.5V、容量は 2600mAh です。ここにタイプ C の口があるので、こういうふうに挿して充電します。ちなみにこういった4分岐しているタイプのケーブルが一緒に付属してきました。そして次はデレイポーというところが出しているリチウムイオンバッテリーです。電圧は 1.5V、電池容量は 3400mAh と非常に大容量なものです。充電するときはここのキャップを取り外してタイプ A になっていますので、これをどこか挿して充電するというふうな構造になっています。大きさですが、通常の炭酸電池と同じです。重さについてですが、持った感じリチウムイオン電池の方が軽いです。まず比較のために普通の炭酸電池は 23.8g、 スマートツールズは 17.3g、 軽いですね。そしてデレイポーは 14.6g、 3400mAh とかなりの大容量ですが一番軽くなっています。それぞれ重さを見てみましたが、リチウムイオン電池を使った炭酸型の充電池の方が 30% から 40% 近く軽くなっています。これかなり大幅な軽量化ですね。次に PSE マークなど安全の規格を見てみます。リチウムイオンバッテリーはある一定以上の体積エネルギー密度を持つ場合は PSE マークをつけなければなりません。ただ特定電気用品ではないので丸い PSE マークの方になります。まずスマートツールズの方を見てみると PSE マークの記載はどこにもありません。これは多分規定以下の容量だからですね。 PSE マークが必要な体積エネルギー容量は 400Wh/L になります。一方でデレイポーの方も見てみます。こういうふうに確認していくとありましたね。 PSE マーク、ここに小さいですがちゃんと PSE マークが書いてあります。実際に交渉の容量から体積エネルギー容量を計算してみます。デレイポーは 433Wh/L、 スマートツールズは 331Wh/L になります。400Wh/L より大きいと PSE マークが必要になります。なのでルール通りデレイポーの方は PSE マークの記載がありました。今回は Amazon から購入しましたが、この PSE マークのルールを守らないと Amazon では販売できないようになっています。でですね、動画の後半で出てくるんですが、実は容量作業している電池があります。この PSE マークのありなしがどうなるかを確認するためにぜひ動画最後まで見てください。次は実際に電池自体の特性を見ていきます。まずはスマートツールズ、出力電圧は 1.51V ですね。で下の方の電圧がですね、ちょっとフラフラして安定してないですね。これ中に使われている回路が原因です。次はデレイポー 1.51V、 こちらも先ほどの炭酸リチウムイオン電池と同じように小数点3桁ぐらいの電圧は安定していません。負荷を接続していないときは通常の乾電池と同じような電圧を出しています。参考のためにアルカリ乾電池の電圧も見てみます。1.5630V です。こちらの乾電池見てもらうと分かるんですが、電圧が非常に安定していますね。次は電池の電流電圧特性を見てみます。どれくらいの電流を流すと乾電池の電圧が低下していくかを見ます。まずこちらのアルカリ乾電池から見ていきます。負荷から電流を取っていないときは開放電圧と同じですね。そして電池から電流を引き抜いていくと、このように、わかりますか、電流は増えていきました。乾電池の電圧を見ていくと、はい、電圧がどんどんと低下していきます。これが基本的な乾電池の特性です。次は炭酸リチウムイオン電池です。接触抵抗を減らすためにクランプを押し当てました。開放電圧はどうかというと 1.52V、 先ほどと同じですね。電流を流していくと、
わかりますか？電流をどんどん流していますが、負荷の電圧は 1.51V を保っています。 2A 流していますが、ずっと同じ 1.54V、 電圧少し上がりましたね。このように負荷から電流を取ったとしても、常に一定の出力電圧を出すように、この炭酸リチウムイオン電池は制御されています。次はデレイポーの方を見ていきます。開放電圧は 1.5V、 電流を流していくと電池の電圧は少しずつ下がっていっています。わかりますか？こんな感じですね。炭酸リチウムイオン電池でも、中に入っている回路によってはこのように通常の乾電池と同じように出力電圧が低下するものもあります。これが測定結果のグラフです。横軸が電流、縦軸が電池の電圧です。まず通常のアルカリ乾電池です。電流を流せば流すほど電池の電圧は直線的に減少していきます。次は炭酸リチウムイオン電池のスマーツールズです。これは中に出力電圧を一定に保つ回路が入っているので、負荷を取っていく、つまり電流を流したとしても出力の電圧は常に一定です。ただいくらでも電流を流せるかというと、そんなことはなくて、 3A 程度を流すと出力電圧は急激に低下します。これは通常のアルカリ乾電池ではなかった現象です。中に入っている回路やリチウムイオン電池自体を保護するために、このような電圧低下が起きます。次はデレイポーの方です。こちらは通常の乾電池と同じように負荷の電流を流していくと、電圧はそれに従って低下していきます。これは中身の回路がそのように制御しているのか、それともこの電池の特性なのかというのは分かりません。ちなみに負荷の電圧が重くなっていた時には、こんな感じで保護が働きます。上が電池の電圧、下が電池に流れている電流です。電流をどんどん大きくしていきます。だいたい 2A から 3A ぐらいのところでですね、はい、こんな感じですね。結構なんかやばい波形になるっていうか、でここで保護が働いて、で電池の電圧は結局ストンと落ちるという風になりました。今は低電流負荷でやっていたのですが、負荷のモードを変えて低抵抗モードでやってみます。どうなるんでしょうか。抵抗値をどんどん小さくしていきます。はい、こんな感じですね。これ保護が働いて電圧が落ちます。でそうすると電流が減るんですね。で電流が減るとですね、また保護から復帰して電圧が高くなるんですけども、またですね、抵抗に電流が流れます。なので保護で電池が落ちるのと起動するを繰り返して、このようになります。乾電池のような使い方でこんな大電流を取るということはあまりしないかと思いますが、大電流を使うところでは少し使いづらいかなといったところです。次にどのような回路が入っているか先に知りたいので分解しました。まずはスマーツールズの方から、缶の中にリチウムイオンバッテリーのセルが入っていて、でその他に制御回路であったり、あとは缶の上部、そして乾電池の突起の部分が別パーツになっていました。リチウムイオン電池のセルには電池容量などの記載は特にありません。ここが USB-C の差し込み口です。その上に炭酸電池のプラス側の電極があります。これカバーになってこういう風に外せると、その下に IC が実装されていました。ここの部分に電池の制御 IC であったり保護 IC なんかが載っているんですが、結構複雑な構造になっています。このプリント基板ものすごく小さいです。裏面には部品が実装されていました。多分電池の充電 IC です。次はデレイポーです。缶があって、その中にリチウムイオンバッテリーが入っていると。でここが USB-A の差し込み口で、ここに炭酸電池のプラス側の電極が入っています。電池がこのように中に収納されるんですね。ぴったりのサイズです。リチウムイオン電池にはメーカー名の記載がありました。後で電池容量を測定するときにデータシートも確認してみます。 USB-A の差し込み口はこのようになっています。ここ取り外すことができて、中に充電用の IC と、あとは IC の周辺回路ですね、部品が実装されています。USB-A の接触部分は三極になっていました。そのすぐ近くに充電用 IC が入っていて、裏面にインダクターがあると、ここは白く塗りつぶされています。充電の差し込み口が USB-C か USB-A で電池の大きさが違います。 USB-A の方が部品点数は少なくなりますが、この差し込み口の部分がどうしても長くなってしまうので電池の大きさは小さくなります。一方で USB-C の方はどうかというと、部品点数は多くなりますが、差し込み口と充電回路の部分が小さくできますので電池は大きくなります。比較するとこんな感じです。電池の体積としてはだいたい1.3 倍から 1.4 倍くらいは大きくできます。そして電池の大きさが直接電池の容量に効いてきます。スマーツールズの方が電池のサイズは大きくて容量は 2600mAh、 一方でデレイポーの方はどうかというと、電池のサイズは小さいのですが容量はスマーツールズの方より大きく 3400mAh となっています。
この部分の回路にバッテリーの保護回路と DC-DC コンバーターが入っています。電池だけではありません。リチウムイオンバッテリー自体も電流を引いていたり、あとは充電が減ってくると電圧が低下します。この DC-DC コンバーターで単三電池としての出力電圧を一定に保っていたわけです。どの程度の電圧に保つかは使っている IC や制御方式によって変わりそうです。実際電圧を一定に保つものと低下していくものの2種類がありました。中に DC-DC コンバーターが入っているということは電磁ノイズが出ます。通常のアルカリ乾電池の出力電圧を見てみると非常にフラットでノイズはありません。一方で炭酸リチウムイオン電池の方を見てみると出力電圧はノイズが結構乗っていますね。負荷は100オームです。ピーク2ピークで250ミリボルト程度のノイズが出ています。周波数ですと 1.5 メガヘルツくらいですね。そしてその定数倍のスペクトルが出ています。ノイズの影響を受けやすい機器は使えない場合があります。例えばラジオなどの無線機器です。実際に乾電池を使った場合このように問題なく受信できています。ですが炭酸リチウムイオン電池を使うともう最初からノイズが結構すごくてですね、結構ノイズ多めの受信になります。特に AM ラジオの場合は出しているノイズと実際の受信する周波数のところがほぼほぼ一緒なので聞こえにくくなってしまいました。 FM 放送の場合は周波数帯が違うので問題なく聞こえました。次は充電についてです。通常の充電方法はここに USB を接続すれば充電が始まります。ですがこの電池の両端にですね 5V をかけても充電が始まります。充電時に光る LED が点灯しています。もう一つのデレイポーの方についても同じです。やはり単三電池自体に 5V をかけると充電が始まります。ちなみに通常のやり方で充電しているときに電池の電圧を測ってみると 5V となっています。なので充電しながら使うのはおすすめしません。次はリチウムイオンバッテリーの保護についてです。こちらの電池2つとも完全放電した状態です。電圧を見てみると 0V、 もう一個の方も 0V です。このように単三電池の両端の電圧は 0V ですが中にリチウムイオンバッテリーの保護回路が入っているので内部のセルはしっかりと守られています。内部のセルは守られているんですが、この完全放電した電池を外から見た時にどういう風になっているかが問題です。放電しきった後は短絡になるのか、それとも開放になるのか、これによって並列接続、直列接続で使えるかが変わってしまいます。どのような状態になっているかは抵抗値を見れば確認できます。こちらの電池が外から見た時に短絡になっていればテスターの表示は0オームになるはずです。ですがテスターの表示は 2.2 オームです。ということはこちらの電池外から見た時に開放になっています。デレイポーについてもどうなっているかというと 2.2 オームなのでオープン開放の状態です。ですので直列接続で使う場合どれか一つの電池の充電が切れる、例えばここが切れたとすると電流は流れなくなりますので全て使えなくなってしまいます。ちなみに並列接続で使う場合はどれか一つの電池の充電が切れても他の電池に電流は流れますので問題なく使えます。ただ負荷の状況によっては一つの電池で十分な電力を供給できない可能性もあります。もし使うなら全ての銘柄を同じものに揃えて満充電で開始すると良いでしょう。次は電池の容量測定をしてみますが、その前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介です。皆さんはプリント基板を作りますか？プリント基板を作るならまず JLCPCB、 安くて早い、さらにここにあるような部品実装まで頼むのなら JLCPCB がかなり使いやすいです。抵抗、キャパシタなどの部品は在庫品多数、 JLCPCB で取り扱っていないようなハイスペックな部品も代理購入で取り寄せてもらえます。つまり工場への部品発送の負担がなくなるんです。プリント基板への部品実装サービスのクーポン券もありますので、これを機会にぜひ始めてみてください。電池容量の測定ですが、販売されている状態とセルだけの状態での測定をしました。まずはスマーツールズの方についてです。交渉容量は 2600mAh、 一応 JIS-C の規格通りの測定方法で実施しました。こちらが測定結果です。横軸は放電を開始してからの時間、縦軸は電圧です。放電から時間が経過していくと電圧が下がるという通常のリチウムイオン電池で見られる放電曲線です。セル単体での容量は 2390mAh でした。交渉容量よりかは少し少なくなっています。交渉容量が今回何を示しているかですね、単三電池として使った状態の電池容量なのか、それかセルの状態での電池容量がここに書いてある 2600mAh なのかです。
いずれにしてもセル単体で見た時には交渉容量よりも小さい数字になりました。また単三電池の状態で測定した電池容量は 1859mAh でした。今回のスマートツールズ交渉容量は 2600mAh なので交渉値の 71% 程度の容量を持っていることになります。若干容量詐欺かなとは思いますが、許容範囲のギリギリ範囲内に入っているかと思います。次はドレイポーの方です。交渉容量は 3400mAh、 セル単体での容量は 1562mAh でした。また単三電池の状態での電池容量は交渉容量は 3400mAh でしたが、実際には 1120mAh でした。交渉値の 33% の容量を持っていることになります。表記とは大幅に異なるという残念な結果になりました。これは容量詐欺確定です。買ってはいけません。動画の前半で出てきた PSE マークについて、実測の体積エネルギー容量は 198Wh/L なので PSE マークは不要となっています。ですが容量を多くすると Amazon で販売価格を高くできますし、実際売れ行きも上がるかと思います。リチウムイオン電池は電気用品安全法の規制対象ですが、特定電気用品ではないので自主検査だけで PSE マークをつけることができます。正直ザルです。この電池の Amazon レビューを見てみるとかなりの星がついているので、騙されたまたは騙されたことに気がついていない被害者も多数いるかと思います。ただこういった専門的な内容は調べるのが非常に難しいので、カモにされないというのは難しいかと思います。というか私もこれをですね、買って実際に検証しなければわからなかったことです。ただこのサイズにして 3400mAh っていうのはかなりエネルギー密度が高いので、まああまりなさそうな数字だなっていうのはありますね。ドレイポーについては電池メーカーが分かっているので定格の確認をしました。電池メーカーが発行しているデータシートを確認したところ、リチウムイオン電池セルの定格電池容量は 400mAh でした。これは測定値である 421mAh とほぼほぼ一致しています。なので容量詐欺をしたのは電池メーカーではなくて電池組み立て業者であるドレイポーということになります。というわけで Amazon で売っている単三型リチウムイオン電池のレビューでした。商品としては問題なく使えそうなことが分かりました。充電もできますし、中のバッテリーの保護もしっかりと働いています。バッテリーの電圧もしっかりと出ています。ですが一見がこれを使うかというと、まあ、あまり使わないかなといったところです。というのも主に安全面からの理由ですね。動画の最初でも話しましたが、リチウムイオン電池の取り扱いにはそこそこ気をつける必要があります。スマホのように常に持ち歩くようなものに今回の電池を使うことは全く問題ないです。一見的にもその使い方なら、まあ、全然使っても OK かなというところです。ですが手に届かないところで長時間使われるようなものにはちょっと使いたくないかなっていうのが正直な感想です。まあリモコンとかに使う感じですかね。最後に告知ですが、Amazon で一見が開発した商品の販売を開始しました。概要欄、コメント欄からチェックしてみてください。T シャツも Amazon で買えるようになってます。ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか。概要欄にあるリンクから登録できます。 LINE からメッセージを送ってもらえればその内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。